ここは私立洋蘭女学院、通称蘭女と呼ばれるこの女子校、創立以来財政界文壇芸人と各方面に多くの著名人を輩出している名門中の名門である。このいわゆるお嬢様学校の文化祭百花祭では毎年恒例の一大イベントがある。部活対抗予算争奪戦メガファイトトーナメント。各部活動の代表が来期の予算と名誉を得るべくルール無用の真剣勝負により争うのである。クラブ活動という学校生活に欠くことのできない暮らし。少女たちが最も輝く季節、青春。その1ページをより充実したものにするために、少女たちはモテる情熱の全てをこのイベントにぶつけ合うのである。そして今年もその季節がやってきた。ケロピョン、ついにこの日が来たね。僕らが味わってきた数々の屈辱、今日こそあの能天気爆弾女に復讐する。それまでは絶対負けられない。キャラを貸してね、ケロピョン。稲妻サーブの山崎先輩か。ウォーミングアップにはちょうどいいかもね。こりゃまた息が良さそうだね。少々手洗いのもたまにはいい薬ってもんだ。さあ、いよいよメガファイトトーナメントが始まりました。各試合会場より全校校内放送で熱戦の様子を実況中継いたします。実況担当は私、報道部の燃えるアナウンサー、古舘一子です。よろしくお願いします。まもなく第1試合が始まります。あ、たった今第1試合の選手が入場してまいりました。本気でやるよ。あの、私、新体操部1年の大久保久美です。君、新体操の世界では天才少女って言われてるんだってね。人は外見じゃわからないってことかな。本気で行くよ。
相手じゃ本気になれないよ。ね、ケロぴょん。日舞研究会代表、大和田奈奈と申します。よろしくお願いいたします。日舞？なんだかな。メガファイトって結構レベル低いんじゃない？本気でいくよ。1本目、ゴー！ケルベルヒートキャッチ！こりゃまた生意気そうな一面です。言っときますけど、これでも私は2年生なんですからね。誤解しないでほしいですのことよ。君が2年生？栄養は一体どこに消えてるんだ。得体の知れないやつ。本気でいくよ。1本目、ゴー！ケロケロダメ！ドン！ギャッ！ドン！フライ！ドン！アウト！ケロケロダメ！ギャッ！ドン！フライ！ギャッ！エイッ！ドン！エイッ！ケロケロヒートプレイ！ドン！エイッ！エイッ！ケロケロヒートプレイ！ドン！ギャッ！フライ！ドン！ギャッ！ドン！ダメ！エイッ！エイッ！エイッ！ドン！ケロケロ。
本気で行くよ。文化部なのに本選出場だなんてただものじゃなさそうだね。手加減抜きでいくよ。ソフトボール部の御手洗先輩か。先輩は僕を本気にさせてくれるかな。本気で行くよ。
先輩の技と僕のスピード、どっちが本物か一度試してみたかったんだ。どうやら本気で楽しめそうだね、ケロぴょん。今年は神道との決着をつける最後の機会、たとえ1年相手といえど手加減はせん。本気で行くよ。君には Yeah!
相手じゃ本気になれないよ。ね、ケロピョン。いよいよ今大会も残すは決勝戦のみとなりました。果たしてメガファイト王者の栄光をつかむのは誰か。今決戦のゴングが鳴らされようとしております。進藤先輩、言っとくけど胸を借りる気なんてさらさらないよ。本気の先輩に勝ってこその優勝だしね。今年の1年生は元気がいいわね。でもメガファイトトーナメントに厳しさを教えるのも先輩の務め。手加減はなくてよ。本気で行くよ。優勝者、生物部代表、トヨタカリナ。はい。文化部の身でありながら、よく頑張った。おめでとう。ありがとうございます。これからも、精進を怠るなよ。おめでとう、カリナ。オーギガヤ先輩、先輩はアスカの味方じゃ。硬いこと言うな。同じ文化部としてお前さんの優勝を素直に喜んでるだけだ。アスカに勝って少しは気が晴れたのか。探してたぜ。能天気なあいつのことだ。お前さんの優勝が自分のことのように嬉しいんだろ。今は泣いたくない。アスカとは今までと変わらずにいたいんだ。うわ、
冷やすのよ。それじゃな。メガファイトトーナメントか。よーし、来年も優勝するぞ。